おはようございます。アンケートのご協力をお願いいたします。アンケートのご協力をお願いいたします。ウォーターサーバーご利用ですか？今ご自宅でウォーターサーバーを使っていますか？あ、使っていますか？でしたらどこのものを使っているか教えていただいてもよろしいでしょうか？っていう、なんかドンキの前とかにいるウォーターサーバーの人いっぱいいるよね。私、井戸ですって答えちゃったことある。なんかそういうのあんま良くないよね。ちょっと反省している。でも本当に悪質なセールス、すごいしつこい人がいたら井戸です、ウォーターサーバー使ってません、うちはすべて井戸です、井戸水を使っていますっていうのもありかもしれない、すごい悪質な人だったらね。で、本日はそんなウォーターサーバーの話はせずに、私がキャラクターデザインをしたいんだよということについてお話ししていこうと思います。私、キャラクターデザインがしたいんです。私のね、イラスト見てくださっている方ならご存知かもしれませんが、私結構その食べ物と組み合わせたキャラクターデザインであったりとか、その、まあ、何かキャラクターを作るのが結構好きなんですよね。自分でデザインを考えるのが好きでして、この YouTube を見てくださっている皆さんをデザインしたいという気持ちがどうにもこうにも抑えきれずに今これを撮っているという次第でございます。今後ろに見えていますのは私のキャラクターデザインですね。え、ちょっと待って、刺身ちゃんって自分の代理キャラもういるよね、これは何なの？はい、答えていきます。こちら冒頭でお話ししたアンケートです。アンケート2枚、質問10個、魂のキャラデザさせてくださいの通り、このアンケートに答えてくださった方の魂のキャラクターデザインをしたい。すごい大きなこと言ってるように感じるかもしれませんが、まあ、性格そのものを擬人化したらどんなものになるんだろうかということですね。ちょっと画質悪いのと文字が小さいので見えにくいかもしれませんが、好きな色遍歴であったり、あなたの登場 BGM、 あなたの魂の姿は男性なのか、こう生まれてきた体は女性でもめちゃめちゃイケメンな方っているじゃないですか。え、わかるわかるよね。そうそうなの、生まれて持ってきた体は女性でもすごいイケメンな人っているんですよ。そういう感じで魂のその方の性格、個性をキャラクターデザインに起こしたらどんな形になるのかっていうのをね、私はやりたくてしょうがないんでございますよ。そして私はこの10個の質問に答えた結果がこちら。字をきれいに書く気が全くないでおなじみ刺身です。そういう感じでね、答えたんですけれども、好きな色遍歴、好きな色っていうのはその時のその性格を表してるんですよね。色の心理学的にも、そのだから好きな色遍歴聞くと大体その人がどういうこう性格、考え方の変化をしていったのかっていうのが分かるので、これ聞きたいところですね。入れたいモチーフ、何が好きなのかとか、登場 BGM、 それ聞きながら書きたいなと思ってるので絶対に答えてほしいですね。魂の姿は、私は女性でなんとか直感で年寄りだなと思ったんですよ。若くもないし、かといって赤ん坊でもないし、動物ではない、絶対に女性で、しかも年寄りだなっていう、なぜかその直感でピンときたので、女性でしかも年寄りっていう風に書いていますが、イケメンになりたいんだよっていう方はね、もうイケメンにしてっていう風にね書いてくれたりしたら嬉しいなと思っています。で、趣味、好きなこと、やっぱりね好きなことをね取り入れてキャラクターデザインしたいです。こんな人が絶対許せない、ここでちょっとネガティブな質問が入ってきてしまうんですけれども、許せないものってその人の価値観がすごく強く出る部分なんですよね。だからこのその人、こんな人が許せないっていうのはね、ちょっと聞いておきたいなと思います。あなたはどんな人？自分で説明するのはね結構難しいかなと思うんですが、その人が自分自身をどう思っているのか、どういう認識で生きているのかっていうのは知っておきたいので、これはちょっと質問7、難しいかもしれないけど入れました。質問8、あなたは人からどんな人ですかと、どんな人と言われるか、または何に似ていると言われるか。私はポプテピピックのオレンジ色の髪の子とサトシのチコリータにね似てるって言われることが結構多かったので、その2つを出しまして、まあ、実際にいる芸能人の方とかを書いてくれてもいいんですけれども、ちょっとそこもね客観的にどんな風に言われるのかというのも知りたいですね。あなたの最愛の人の特徴、これもとっても大事な質問です。何、どんな人に惹かれるのか、キャラクター、家族、恋人、友人、何でも、とにかくあなたの好きな人の今日特徴をね教えていただきたいんですよ。なんでかっていうとね、自分がなんでその人のそばにいたいのか、なんでこの人が好きなのかっていう、その理由もすごく価値観に強く結びついているところなんですよ。
そうそうそう、類友じゃないけど、あなたに似ているところもあるし、あなたが憧れているところもあるし、すごくね、結構これはね、言葉でうまく説明できないな、めちゃめちゃ大事な質問だなと思うんですよね。絶対に共通点あるはずなんですよ。好きなキャラクター5人並べてって言ったら、大体その人の価値観みたいなのがね、なんとなく見えてきます。あ、こういうの大事にしてるな、こういうところを魅力的に思うんだなっていうのが見えてくるので、でこれはぜひ答えていただきたいです。めちゃくちゃ早口ですね今日。最後の質問、あなたのとびきりの自慢をしてください。具体的なエピソードでもいいし、人にこんなことを言ってもらったことがあるよっていうのでもいいですし、そのもう語ってほしいんですね。自分語りをしてくださいって本当はそういう風に書きたいんですけれども、それだとちょっと丸投げすぎる、難しいと思ったので、もうとびっ自慢をしてほしい、あなたのことを教えてほしい、そしてあなたがどんなところで評価されてるのか、人に何かすごくいいことをしているはずなのね、はずなの。だからあなたのいいところ、素晴らしいところを知りたいから、私にとびきりの自慢をしてください。そんな感じでビャーとバーと書いてできたのがこちら。なぜこのキャラクターデザインに落ち着いたのかというのを説明してまいります。まず色は今好きなものを、使いました。黄色、白、緑、緑色の着物、黄色の髪の毛というものを、ね、取り入れさせていただきまして、で入れたいモチーフ、着物があるので着物を着てもらい、私の登場 BGM は電波組さんの桜アッパレーションなので桜柄を取り入れまして、魂の姿は年寄りなので年寄りにしました。好きなことをイラスト、映画、音楽、食、まあ、インド派なので肌の色も焼けてはないだろう、おそらく白いだろうということで、ちょっと白目、こんな人が許せない、決めつけてくる、上から目線で否定的ということは、私は多分もう自由でいさせてくれや、口出しすんなやっていうね、そのちょっとわがままな部分、自由でいたい、よく言えば自由でいたいという部分が見えますので、そのでっかい鉛筆をね、もう上に掲げて俺の邪魔をするなというね、ところを表現いたしました。そしてこのでっかい色鉛筆で自分の好きなものを描いていきたいというその意思もね、表現しました。あなたはどんな人、感情の波が激しい、思いだったら即行動タイプっていうのも、このなんか鉛筆を上に掲げている、片足を上げてうわっと、もう今にも何かし始めそうなというようなこのポーズに落とし込みました。で優しい、真面目、面白いっていうことをね、人に言ってもらえることが多いので、まあ、お腹が空いている人に出会ったら、このあのお団子を与えますそうですね、あの一見すごく暴力的で攻撃的、鉛筆を掲げているんですけれども、サングラスを外すとすごく優しい目をしているという設定でございます。あなたの最愛の人の特徴は、明るい、自信がある、堂々としてて努力家なので、自分もそうありたいし、そういう人に惹かれるという価値観があるので、ここはちょっと正直うまく表現できたかっていうのはわからないんですけれども、サングラスの形を三角形にしていて、まあちょっとなんだ、海外のセレブとかなんかがこういう強気サングラスかけてません？なんかそういう、こうちょっと自信があるというか、そういったところを表現したつもりでおります。で10、とびきりの自慢、なんだかんだいつも誰かに応援してもらえるというところで、このクソババアはですね、あのわがままなんですけれども、なぜか人に愛されるんですね。孫かな、近所の人かな、わからないけど、なんか野良猫に好かれたりとか、なんだかんだババア、わがままなんだけれども面倒見てもらえるという、そういったあの愛すべきババアでございます。これが私の魂の形かなと思い、このキャラクターデザインに落ち着きました。で、あの頭にかぶっているのはおにぎり柄のその巾着みたいなものですね。結構お年寄りの方、ほっかむりっていうんでしょうか、そういうのかぶってるので、それをね、まあ、鉛筆でちょっと隠れちゃったんですけど、デザインしてみました。自分で自分をデザインしてみたので、正直ちょっと主観が入ってしまっているというか、本当に客観的に見て描けているかっていうのはちょっと微妙なんですけれども、まあまずサンプルとしてね、自分自身を描いてみましたこんな感じで、もし描いてもいいよ、刺身に描かせてやってもいいよという方はね、あのこのアンケートに答えて送っていただければと思います。一生懸命喋ったので一旦休憩でテキストにしました。
概要欄の方に Google ドライブの URL を載せましたので、載せておきますので、そこからダウンロードして、ちょっとお手数なんですが書き込んでいただければと思います。書き込んだものはどうしたらいいの？私の X か Instagram の DM に送ってきてください。ちょっとね、皆さんにお手数たくさんかけてしまいますし、ちょっと勇気がいることかもしれませんが、もしよければ私と交流していただければと思います。この動画を初めて見たよ、初めてお前のこと知ったよ、お前刺身って言うんかっていう方もね、よければ私と遊んでください。かまっていただけましたら幸いです。それではまた来週ここで会いましょう。